はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回もチューハイですね。キリンの氷結、福島ポンチ、期間限定です。アルコール度数 5% で果汁が 2.0%、 リンゴと、白桃、まあ、桃と、和梨を使っているチューハイとなっております。フルーツ王国福島の、恵みに育てられ、育まれた3種の果実の氷結です。原材料は桃果汁とリンゴ果汁と日本梨果汁とウォッカと、糖類と酸味料と香料、となっております。まあいいか。完璧。あ、結構甘いなこれ。桃ですね。ほとんど桃だな、これ。ほとんど、桃の味がする。甘い。美味しいです。うまい。桃はね、大好きなんで。これうまいな。リンゴの味もするな。桃とリンゴと梨ですから、もう梨の味がほとんどしない。あー、若干するか。梨もうめえよな。うまいよね、梨もね。梨もうまいっす。和梨ね。洋梨じゃなくて和梨。洋梨はね、ちょっとね、そこまでね、まあ、うまいんですけどね。確かに。ちょっと味がしつこいんだよな。あれな。洋梨はな。やっぱあれですよ。和梨。みずみずしいな。和梨うまいわ。梨、リンゴはさ、割とさ、どこでもまあ、売ってんだけど。まあ、だいたい1個100円でしょ。もう今、手出せないもんね。もうフルーツがさ、もう、なんか贅沢品みたいになってるんですよ、今の日本は。リンゴもさ、まあ1個100円ですからね。まあそれを高いと感じるか安いと感じるか、まあありますけどね。俺は個人的にすげえクソ高えなこれと思うのはイチゴですね。あれとんでもなく高くない？あれイチゴ。イチゴ、イチゴクソ高えよな、あれな。一粒であれ50円とかすんねん。アホちゃうかと思うだろ。あれもうイチゴなんてマジで本当に高すぎて手が出せないもんね。福島産の3種の果実、
の氷結ストレート果汁を使用した優しい甘さが心まで潤す一杯。まあ、リンゴも、蜜が入ってるとな、美味しいんだけどな。まあでもやっぱ当たり外れあるよね。うん。当然ね。安いね、リンゴとか、まあ、1個50円ぐらいのやつとか。まあ大体、あんまうまくないんで。で、桃はね、桃は当たり外れあるか、あれも。りんごもさ、青りんごと赤りんごでさ、味全然違うじゃん。まあ、赤りんごはそんなに甘くないんだけど、ね、青りんごの方が甘い。甘いは甘いんだけど、やっぱ若干というかかなり風味が違うからな。まあまあまあ。フルーツは美味しいのは美味しいです。当然。俺も大好きなんですけど。うん。ただね、ぶっちゃけた話、リンゴ1個100円じゃないですか。ね。で、そこら辺のスーパーに売ってる、リンゴジュース 100% のリンゴジュースとか、あれがだいたい150円ぐらいでしょ。1リッターで。そっち買った方がよくねって話。うん。オレンジジュースとかもさ、100% のオレンジジュース、そっちの方が量多いだろうって。オレンジ1個100円とかすんだよ。買えねえよな。それがもうあれだよね。もうひどいね。しかも何でもかんでもいいやん、値上がってるでしょ。ねえ。当然フルーツとかも値上がってますから、ね、値上がりしてるからね。もう、果物はもう全部高いな。もう果物なんてもうあれですよ。特権階級の人しか食えないレベルだよ。あんな。マジ上流階級の人しか食ってないな。俺、バナナぐらいしか食ってないな。ここ5年間ぐらいバナナしか食ってないと思うわ。マジで。とんでもないよな。高い。うん。ほぼすべて高い。ね、スイカも高いでしょ？ねえ。で、キウイフルーツもお前あれだよ。売ってるは売ってるんだけど、1個100円なんだよ。いや、うまいんだけどな。確かにキウイフルーツのなんだっけ。ブランドのやつな。あれ、うまいんだけどな。確かに。確かにうまいんだよ。うん。なあ。で、あれだな。マンゴー。宮崎県のマンゴーがクソ高い。1個10万円ぐらいするんだっけ。マンゴーも、高い。
高いしな。食ったこと一回ぐらいはあるんだけど、もう食ってないもんね。もうあれですね、100%ジュースでもう、もう賄うしかないね。もう100%ジュースでいいんだよ、もう。ぶっちゃけ。濃縮還元のな、100%ジュースでいいんですよ。もうそれぐらいの、もう、フルーツはマジで、金持ちしか買えねえわ。ああ、ドリアンなんて食ったことないわ、これ。果物の王様ドリアン。これ食ったことあるやついる？これ。トゲトゲのやつ。これ食ったことないな。マンゴスチンとかも食ったことないわ。聞いたことあるけどな。いろいろあるなぁ。ドリアンなんて。だいたいあれだろ。スーパーにも売ってないだろ、ドリアンなんて。だいたい。ドリアンなんて、売ってんの見たことないけどな。何年か前、ドラゴンフルーツっていうのを売ってたから買ってみたけど、割かし美味しかったな。ドラゴンフルーツってやつ。キウイみたいに、すげえ種が入ってんだよな。種っていうか、食えるレベルの種な。キウイフルーツもほら、種入ってるけど、食べられるじゃないですか。あんな感じの種が入ってんだよな。ドラゴンフルーツ結構うまいんだよね。初めて食ったけど。やっぱ種の食感がな、また、こうプチプチいうのがまたうまいんだよね。キウイフルーツとかもさ、種まで食べられる的なね。そういったらバナナも一応種入ってるからな。ほとんどあれな、感じねえけどな。キウイフルーツも美味しいよな。黄色い、ゴールド、ゼスプリのゴールドキウイフルーツかな。うわ、マスクメロンとかな。マスクメロンも、うまいよな。まいよな、マスクメロンもな。柿も大好きですね。種なし柿。あれもね、大好きで。実家にいたとき、なんだ、焼酎で渋抜きして、ばあちゃんがね、渋抜きして、それで、いわゆる渋さが、ね、なくなるんですよね。風呂敷みたいなのに、密閉してさ、焼酎を適当になんか振りかけて、やると、渋が消えるんだよな。渋さがな。あれも今考えると、どういう理屈なのか分かってないけどな。いわゆる先人の知恵みたいなもんだな。柿もさ、熟してさ、もう
わりかしこうかなり柔らかくなってる柿と、もう結構、固めの柿があるけど、個人的にはすごい割と熟してる方が好きなんで、結構、そういう、なんか硬い、いや、私は硬い方が好きだとか、多分そういうと、あると思うんですけど。冬といえばみかんですね。みかんね。みかん。みかんもまあ美味しいですよね。もうここ数年食ってないけど。みかん。パッションフルーツってのもあるらしいな。パッションフルーツはさ、一回も食ったことないけど。どこだったか酒屋に売ってたんですよ。パッションフルーツの 100% ジュースが。でね、飲んだらね、ほとんど桃ですね。むしろ桃と何が違うか全然わかんなかった。これ桃じゃねって思って、何が違うのかなってよくわかってなかったです。ほとんど桃なんですよ、味。だから何が違うかわからん。まあ、果物もあれですからね。なんだ、糖質制限ダイエットとかする人最近ほら多いでしょ。だからご飯も砂糖とかさ、意味不明な理屈を言うでしょ。だからあれですかね。果物も果糖ですからね。果物の砂糖。果物ももう砂糖でしょ。完全に。果糖っていう果物の糖ですね。だから多分、あれでしょうね。ダメでしょうね。多分食べないんでしょうね。米も食べないし。果物も食べないで、まあ、ぶっちゃけ肉だけ食うっていうパターンね。糖質制限ダイエットはね。肉は食っていいんですよ。肉は。いわゆるタンパク質ですね。だから動物性タンパク質と、植物性タンパク質。まあ、納豆とか。そういったもんですかね。だからさ、人間さ、日本人は米ってさ、よく言われるけどさ、原始人の時はさ、みんな肉しか食ってなかったんですよ。ね。で、稲作とか、ね、野菜とかを作るようになったのが、本当に、相当、その人類の歴史から考えると、非常にね、最近のことなんです。だから人間ぶっちゃけて言うと、肉食ってりゃ、ほとんど栄養価、肉って本当に、何でも入ってますからね。特に肝臓とかさ、栄養の宝庫ですから。もうぶっちゃけて言うと、米なんて食べなくてもいいから、野菜も食わなくていいんですよ。肉だけ食ってやいいんです。全然いけるから。だってさ、事実さ、肉食動物とかなんで、あれ肉しか食ってねえだろ。ライオンとか。ああいうのって結局、ライオンは一番、その群れのリーダーが、ね、一匹いるんですけど、そのリーダーが、最初に、その獲物を買った時に、最初に食べる権利があるんです。で、
一番最初に何を食うかというと肝臓なんですね。いわゆる肝ね。違う、肝は肝臓じゃないのか。肝は心臓か。多分肝臓が確か一番先に食べるんですよ。うん。非常に栄養価が高いから。だから、もう分かってんだよね。もう栄養価が高いって、その野生の。野生のさ、ねえ、なんだ、肝と言いますか。だからね、肝臓、だからレバーって食っときゃもう、人は問題ないですよ。野菜は食わなくていいんだって。マジで。ぶっちゃけ。レバーなんてお前、100g、60円ぐらいで買えるの。100g、60円ぐらいで買えてさ、安い上にさ、栄養価も非常に高いし、俺も大好きなんですけど。うん。これうまいっすね。うん。これ美味しい。すっきりとして美味しいです、これは。2444です。ご視聴ありがとうございました。